はい、どうも、世界一ステッカーなまけもの、テケテケです。はい、ということで、更新情報を見ていきましょう。はい、まずは、ハッピーギフトってことで、はい、こちら370円で、180元宝と2時間高速戦闘券2枚、新色交換券3枚が7日間毎日もらえるので、はい、合計するとこんな感じで、はい、かなりお得に元宝だったりアイテムを集めていくことができるイベントになってます。まあ、放置少女内の課金イベントの中でも、月ギフトに次ぐトップレベルにお得な課金イベントになっているので、はい、かなりおすすめできるイベントですね。はい。まあ、前回出た幸運ギフトよりも課金効率はいいですね。まあ、幸運ギフトの方は、この新色交換券3枚、かける7日間なんで21枚の方が呼吸ガチャ券になっているっていう形で、限定ガチャなんかで SSR を欲しい人は幸運ギフトで、新章交換で SSR 副賞を集めたい人はこっちのハッピーギフトですね。はい、石飛さんなんかにはね、こっちを買ってもらって過去を投与してもらいたいところですね。はい、かなりお得な課金イベントになっているので、370円ってことでビール2缶分ですね。はい、我慢すれば副賞をハッピーにすることができるので、ビール2缶我慢して副賞をハッピーにするか、ハッピーギフトも買ってビールも買って2人ともハッピーになるか、はい、そういうイベントです。はい、そして妖精の森、お、大凶消去、あ、大凶消去来ましたね。はい、妖精の森大凶消去は虹アバの大凶消去になるので、はい、回復系キャラクターの中ではかなり優秀なキャラクターのうちの一人ですね。まあ、どこら辺が優秀かっていうと、 HP が低い味方4名に対してデバフを全解除した後 HP 回復をしてくれるキャラクターになっていて、まずデバフ解除と回復の範囲がとても広いと。で、デバフ解除の数も大凶消去は全解除なん で回復量なんかも攻撃力を上げてしっかり育てれば、まあ、応援出しで使って一気に味方陣営全体をフレッシュな状態に戻すことができます。はい、まあ、この前の放置少女公式生放送でもギガさん相手に戦闘の中盤ですね、大凶消去を出されて絶望したばかりですが、はい、まあ、皇室だったり闘技場の上位なんかでも頻繁に目にする優秀なサポートキャラクターになってます。影光規模なんかも結構でかいんですよね。なんで影光結構崩しにくかったりして、デバフ剥がしがないと帽子なんですけど落とすのが結構大変なキャラクターになってます。はい、あとスキル2で地味にバフ解除もすることができるので、今バフ盛り全盛期のね、今の時代に結構マッチしたサポートキャラクターになってますね。はい、そして週刊基金ですね。はい、週刊基金は980円で合計2600元宝、覚醒弾は30個、高級育成弾70個、訓練書4が9個っていうことで、はい、このイベント覚醒弾や高級育成弾なんかの数は少ないんですが、実は幸運ギフト並みに課金効率が高い、まあ、放置少女の課金イベントの中でも結構トップクラスに元宝を集めるっていう意味で課金効率のいいイベントになってます。はい、なんで、まあ、アイテム狙いっていうよりも元宝狙いで課金するにはなかなかいいイベントになってるので、まあ、980円ということで価格もお手頃なんでね、美課金の人なんかにもおすすめできる課金イベントですね。ただ今ちょうど桃の花奪還戦で並んでいる限定軍令ですね。はい、この奪還戦のここの部分ですね、はい、にあるこの限定軍令で980円で2800元宝と覚醒弾100個入手することができるので、限定軍令の方が同じ課金額で200元宝多くもらえて、しかも覚醒弾の数も70個ほど多く入手することができるので、元宝と覚醒弾を優先するのであれば限定軍令狙いに行った方がいいです。こっちはそれプラス高級育成弾と訓練書4がもらえるっていう感じなんで、まあ、多くの人にとっては限定軍令の方がお得なイベントになるのかなっていうところですね。まあ、とはいうものの、この週刊基金に関しても普通に放置少女内の課金イベントの中でもトップクラスに課金効率いいイベントになっているので、まあ、軍令には負けてるんですが、軍令並みってだけで、はい、その課金効率の良さ分かると思うので、課金に余裕がある人は両方とも取っちゃってもいいかもしれないですね。はい、そして、お、カンフー少女送信、送信来ました。フラフラのカンフー少女送信は頑張って立っている。アルコールの匂いを減り、想像を超える力強いパンチを打ち出した。水拳の使い手見ていきましょう。あれ、こんな顔でしたっけ。あ、すごい、手の動きに合わせて水が張ってる。はい、流水岩細拳の使い手ですね。待って、この服どうなってんの。これ全身白タイツみたいなの、こんなのあります。足からお腹周りまで全部同じ色のタイツみたいのが、あ、ダメだ、わかんねえ。いや、でもこのタイミングで出てくるのがね、ちょっとタイミングが辛いところですよね。今ちょうどロハンっていうキャラクターが同じくスキル1で範囲に箱を打っていて、でスキル2が超高火力の連撃キャラクターが出てきた中で、送信スキル1範囲に対して箱を打っていって雷害に隠れて、でスキル2も範囲攻撃をしていくキャラクターなんで、箱キャラクター同士で今ちょっと被っちゃってるんですよね。おそらく二次化してカンフー少女になっても火力的にはロハンの方がダントツに高くなると思います。でこっちの送信に関してはおそらく、まあ、雷害状態にもなるんで、まあ、守備寄りの箱キャラクターっていう位置づけになるのかなってところで、まあ、結構パッシブの並びなんかも綺麗な UR だったんで、二次化めちゃくちゃ期待されてたんですけど、タイミングがねちょっと強いライバルと今一緒になってるんで、まあ、耐久型の箱ばらまきキャラクターか、はたまた防御は捨て
せた超高火力のロハンか。ただまあこのタイミングでロハンと並ぶっていうことはまた一般戦闘あたりの覇王キャラクターの火力ランキングで記録を作りそうな雰囲気がちょっとありますね。はい、ちょっと楽しみにしていきたいと思います。はい、ということで明日またお昼になったらこのキャラクターを見て分析動画アップしたいと思いますので楽しみにしていてください。はい、ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。 YouTube メンバーシップもやってるので興味がある方はこの動画の概要欄に URL あるので覗きに来てください。それでは。おっす。